スザク。スザク、第23号科学衛星アストロエイは、日本の X 線天文衛星。2005年7月10日に、内野浦宇宙空間観測所より、ミューファイブロケット6号機により打ち上げられた。高度約 550km、軌道傾斜角31度の略円軌道に乗っており、周期96分で地球を1日に、約15周して、観測を、強な。 名前は、伝説上の神鳥であり、宇宙の守護神でもあるスザクが由来の一つである。アスカ、アストロディーに続く5期目の日本の X 線天文衛星として計画された。2000年2月10日にミューファイ5ロケット4号機によって打ち上げられ、第1弾ロケットの燃焼以上により軌道投入に失敗した X 線分衛星アストロ E の代替機である。 X 宣言となる高温のプラズマの観測、遠方の銀河団を観測し宇宙の進化についてのデータの提供、ブラックホール候補天体や活動銀河核の観測を目的としている。円筒形の本体の直径は2.1メートルで、太陽電池パネルを展開すると幅5.4メートルとなる。共闘を伸ばすと全長6.5メートルになる。 総重量は 1680kg。基本的に軌道投入に失敗したアストロイーと同じものだが、入手不能の部品の変更や、リスクのない範囲内での観測装置の改良を行った。アストロイーに比べ X 線分光検出機のエネルギー分解能は2倍。これを冷却する冷媒、液体ヘリウムと固体ネオンの寿命も1.5倍程度伸ばした。 また X 線反射鏡の名光を除去したり、X 線 CCD に放射線劣化対策の電極を付加するなどの改良も行った。スザクの目的は主に以下のようなものである。観測機器は5つの難 X 線望遠鏡と1つの高 X 線望遠鏡を搭載している。観測機器はアメリカとの共同開発である。5つの難 X 線望遠鏡のうちの1つは、 合計 40cm、焦点距離 4.5m で検出器として、X1000 マイクロカロリメーターを搭載しエネルギー、分解能12分の高分解能観測を行う予定であった。しかし、この装置は2005年8月8日に装置を冷却する、液体ヘリウムすべて気化して失われてしまう不具合が発生し、使用不能となってしまった。残りつの X 線望遠鏡は、 合径 40cm、焦点距離 4.75m、X1000ccd カメラを検出器としており、高子野の観測に用いられる。アスカに搭載されていた X1000ccd カメラよりも分解能が約1分と向上され、また有効面積の向上も図られている。高 X 線望遠鏡は、アスカでは観測できなかった10から700ケブの 高エネルギー X 線を検出するために設けられた装置である。2005年7月10日の打ち上げ後、9月10日から試験観測を開始、2006年4月1日より本観測へ移行した。設計寿命の2年を超える2年2ヶ月の時運用を行い、2008年6月から後期運用へ移行した。2005年8月8日、 観測機器の一つである高分解能、X 線分光器、XRS で、冷却剤として用いられていた液体ヘリウムが蒸発する不具合が発生し、XRS は使用不能になった。廃棄されたヘリウムが、真空断熱容器廃棄弁から、真空断熱容器内に流れ込んだため、真空断熱容器が劣化し、ヘリウムの温度が上昇して、ヘリウムが蒸発し、 さらにそのヘリウムが真空断熱容器排気弁から真空断熱容器内に流れ込み、結果として真空断熱容器の劣化とヘリウムの蒸発が連鎖的に起きてしまったためと考えられている。宇宙環境は太陽光の当たる面と太陽光の当たらない面では非常に温度差が激しいため衛星の状況によっては液体ヘリウムは気化する可能性がある。 2015年6月1日の運用以降、電力不足により、衛星との通信が、間欠的にしか確立できなくなった。衛星はバッテリーが機能していないため、太陽電池パドルに、日の当たる時間帯のみ電源が入る状態で、姿勢制御は失われ、100.33rpm 程度でスピンしていると、推定された。今後、2ヶ月程度の期間、正常運用への復帰に向けて、 姿勢の安定、電力の確保が試みられたが、復旧できなかった。2015年8月26日、打ち上げから10年以上が経ち、バッテリーの枯渇などで継続不可能と判断したため、宇宙航空研究開発機構、JAXA が観測を終え、衛星の運用を終了することを発表した。同年9月3日に開催された、宇宙開発利用部会において、9月2日、 以降、運用終了に向けて、以下の作業を進めることが報告された。2005年8月13日の X 線望遠鏡、X 線 CCD カメラ、8月20日の高 X 線検出機の初観測以来、様々な観測成果を上げている。スザクは、従来の衛星に比べ広いエネルギー帯域での観測が可能であり、従来の重ケブまでに対し、 スザクは700ケブまで観測可能、世界最高レベルの感度を達成するなど優れた観測能を実証し、宇宙の構造形成やブラックホール直近領域の探査等で順調に成果を上げている。2006年12月中旬には日本天文学会用文報告、スザク特集号が発行され、科学論文25編とハードウェア、 ソフトウェアに関する論文語編が掲載されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。